カール3世ビルヘルムは、神聖ローマ帝国のバーデンドゥルラ派変教博。1715年に宮殿を、現在のカールスルウエシに移した。また、行政の確立に努め、後を継いだ孫のカールフリードリヒによる、バーデン繁栄の基礎を築いた。バーデンドゥルラ派変教博フリードリヒ7世と、ホルシュタインゴットルプ家のアウグスタマリアの次男。長男が、生後1ヶ月で溶接したため、 生死として育つ。スペイン継承戦争に巻き込まれる塔で何回か戦いに参加している。マルクト広場にあるピラミッドドゥルラハにある巨城は1689年に大同盟戦争で焼かれた後フリードリヒ7世によって再建に着手されたが費用の面から1703年に工事が停止されたままになっていた。カール3世ビルヘルムは 数キロ西の森に移すことに決め、1715年6月17日に宮殿の礎石を設置した。これがユニークな線上道路を有し、バロック都市として有名なカールスリュエッシュの誕生である。市の中心にあるマルクト広場のピラミッドは、この都市を建設したカール三世のお墓である。1697年、ビュルテンベルク港。 ビルヘルムルートビヒの娘マグダレーナビルヘルミーネと結婚3人の子を設けた。ありがとうございます。